じゃあ21時になりましたので始めていきたいと思います。皆さんこんにちは、ミカミックスです。まあ一応はい、皆さんこんにちは、ワナリングルビッシュです。今日はね、まあ一枠使って、まあ、俺のね婚活会をやっていくんですけれども、今ねもうワンダーもうめっちゃ飲んでるんすよ。全然大丈夫です。全然ダメだろ。ジントニック片手にね、顔が結構赤いんだけど大丈夫です、まあ、全然大丈夫です。一応自分を、メインに今日は話が進んでいきますと。一応ね、後ろにフルフルさんもいるんで、ちょっとガヤ的な感じでは、ね、ワンダーがちょっと絡むかもしれないんですけど、まあ、そこはちょっとご了承ください。で、今回ねもうちょっといきなりなんですけれども、スライドの方ですね、まあ、お詫びということで、前回の、内容が全くね、アーカイブに反映されてなくて、まあ、見返しができなかったんですよ。なので、今回に関しては、ね、前回の内容をね、ちょっと、やりながら、また先へ進んでいきたいと思います。まあ、さくらさんの方もね、前回見れなくて、前回の話をしろというね、お達しが出ましたので、前回の内容を振り返りながら、話を進めていきます。で、ね、前回はねどっから始まったのかっていうと、アニコンの参加ですね。アニコンに参加するっていうところで前々回が終わって、で一応前回アニコン参加したところを話したんですけれども、まあ、それが、アーカイブに残ってなかったのでね、まあ、そこから、やっていきます。でアニコンは何なのかっていうと、一応ちょっとまあスクショの方もね、これ前回使ったやつなんですけれども、まあ、アニメゲーム漫画好きの男女が集まる婚活パーティーということで、まあ、もう普通のね婚活パーティーはね俺はもう参加できんと。レベルが高すぎるから、やっぱね趣味ですよ、趣味を、一緒にね共有したいと思って、まあ、アニコンに参加しました。で前回ね、一応ね、まあ、これも喋ったところではあるんですけれども、なんかプロフィールカードの趣味欄ですね、趣味欄、ここを毎回ディズニーにしてたんですけど、いわゆるこの実況をどうしようかなって思って、まあ一応まあアニコンだし書いてみようかなと、一応動画実況やってますみたいなことを書いたら、結構ね反応が良かったんですよ。え、実況者なんですかみたいな、で今何やってるんですかとかっていうのがあって、何人かはねチャンネル登録してくれました。じゃこれ聞いてくれてる可能性もあるわけですね。うん、まあそれはねさすがにもう分かんないんだけど、可能性はあるよね。可能性はあるよ、うん、ちなみにカップリングした人もチャンネル登録とかしてくれたんで、おまあ今見てるかはちょっと分かんないですけど、まあ、確かにね、うん、まあそれはね別れたっていうかあれになったからもう見てないかもしれないんですけど、一応ね評判は良かったです。チャンネル登録してくれたんで、まあこれでね趣味欄アニコンね全面押し出していこうかなと、思って、進めていきました。それはアニコンは一人で行ったんですか？うん、アニコンはねフルフルさんもね、行ってます。あ、一緒に行ったの？一緒に行ったでフルフルさんはね結構モテキャラですよね。モテキャラ、そう、これも前回話したんだけど、結構ねカップリング率が高いのよ。後ろの方でね笑ってるけど、モテキャラですよね。そうで要望があれば顔出し OK で、一応そのカップリング後の流れとかはね前回多分あんま話してなかったんで、全く同じ話をすると多分前回聞いてた人はね退屈になっちゃうんで、で俺のこれは俺のですよ、まあ、あと一般的なところにも当てはまるんだけど、カップリングしたらまず何をやるのかというところ、あ、気になります、ね、そうで、まあ、まずはねやっぱりその自己紹介的な意味を含めて、まあ、初回は食事ですね。初回は食事にしてます。あ、お前何やってんのお前。食事に行くっていうのはなんかワンダがもうわけわかんない、これお前完全酔っ払ってんだろ。何なの。食事に行くっていうのは何、それはもうその場の流れで行くんですか、それともじゃあちょっと日を改めて、あ、日を改めてじゃあちょっと食事はどうですかと、まあこれは予定合わせて、まあ、昼か夜、1日はね使わないやっぱり、まあ、うん、ちょっと緊張もしますしね。そう初回はね、だから昼飯食べてじゃあねってなったり、じゃあ夜から、まあお酒好きな人はもういきなり居酒屋とかで飲んで、まあいろいろと話して、まあじゃあ次どうしよっかとか。え、
パターン的には昼に行った時もあれば夜に行った時もある。あるある。これはもうお互いの予定だね。まあ予定次第。そう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 。でモテる人はここでダブルブッキングとかあるかな。ダブルヘッダー。ダブルヘッダーだね。昼誰かと会って夜はまた違う人と会うみたいな。それミカミックスはあるんですか。あるわけないじゃん。ちなみにフルフルさんはあるの、そのダブルヘッダーは。ないですよ。ダブルヘッダーはさすがにない。ない。モテメンのフルフルさんでもダブルヘッダーはないってことは、ダブルヘッダーするのは相当相当なレベルの人間たち、ね。まあ、そうモテキャラだよね。モテる人はモテるよでも。あ、そう。羨ましいですね。フルフルさんだって何パーセントくらいそのカップリング率？今まで？うん。今まで 30% ぐらいじゃないの。いやもっと高いだろう。30% って言ってるけど、まあ、もうちょっと高いはずです。ミカミックスは何パーなの。俺 10% とかじゃん。 10% いや10でも 10% だと10回って1回か、まあ、10回って2回だね。あ、じゃあ、あんま変わんないけど、20%だね、あんま変わんないけどね。でまあ、あの食事して、で俺はそのいきなりちょっとドライブデートになっちゃってるんだけど。え、ドライブデート。違うこれはデートを挟んで、なんでねドライブデートをやるかっていう話を。うん、で俺ね絶対ドライブデートは挟むの。なんで。なんでかっていうと、ドライブってさ、こう車の中で2人で過ごす時間が長いじゃん。まあまあ、うん、それでなんていうの、その相手を見定める、そうそう、窮屈しないかな、なんかうわなんか居づらいなとかってさ。あ、うん、でも奥さん、僕がね奥さんとドライブデートしたのなんて結構ね時間経ってからですよ。ああ、そう、まあ婚活っていうのはね、あのスピード勝負だから、だからまずその時間経ってから、あ、じゃあダメだったっていうのはね、まあちょっと時間の無駄だ、言っちゃえば、そうそうそう、言っちゃえばね時間の無駄なんですよ。だから、まあ食事してで一回会って、でもうその次くらいだよね、だいたいドライブデート。さくらさんとは何回目でそのドライブデートしたんですか。さくらさんは早いよ。早いよ。まあ、これちょっと後の方でさくらさんは、ね、出てくるんだけど。そう、ドライブデートを挟んで、で、ね、一応ねもう一個挟むのがある。まあこれはね、あの分かると思うんだけど、前回も話したから、あのディズニーデート。おー、年パス。ディズニーデートも結構ハードル高いからね。そう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 、だからディズニーデートとかドライブデートが OK だったら行けちゃう。そう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 、行けるっていうやっぱ指標になるわけよ。で、まあ、一番最初アニコンでカップリングした人が、あの、まあ、ドライブデート行ったわけ、うん、でじゃあ次ディズニーデートをしようって決定したのよ、うんうんうん。まあ、これもねちょっと前回の話なんだけど、決まりました。流れ的にはいいよね。そう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 、ドライブデートでいい感じで、じゃあ次ディズニーだってドキワク状態ですよね。そう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 。で、まあ多分 来週とかになっ、もう間近だね。そうそうそう、間近になった時に、まあ、ちょっと相手の人が、まあ、今日飲み会なんですよみたいな、うん、こう LINE が来て、うん、で、まあ、夜終わった後に、うん、実は今日の飲み会で、うん、なんか別の人に告白されまして、まあ、みたいな。ちょっとそのさ、その流れがよくわからない。飲み会で、飲み会ってことは差し飲みではないわけでしょ。うん、まあ多分飲み会みたいな感じで書いてあったから差し飲みではないと思うよ。差し飲みじゃない後に告白する流れってなかなかできないと思う。うん、まあね。で、ただ、まあ、まあ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 。で、まあ婚活やってるとそうなんだけど、やっぱそのまだ付き合ってる前じゃん。まあね、付き合ってる前だからね、うん、その何人かと同時並行してるのよ、うん、俺だってあの LINE でなんか5人同時並行してたみたいなの言ったじゃん、もう訳が分かんなくなるっていう、まあね、でモテる人はだからもうリアルでデートがだからこう進行していってるわけだよね。そうそうそう、同時進行で。そうそうそう、だからある程度ねそのスピードも必要なわけなの、婚活に関しては。なるほどね。でこれもまあワンダには前回聞いたけどさ、ちょっともう一回聞くけど、だからその同時並行してる人がじゃあ3人いたとして、まあナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーってどうしてもなるわけじゃん、うん、なる ね。で一番お気に入りの子はちょっとどうなるかわからない状態で、うんうんうん、2番目に好きな子から告白されたらどうするかっていう話よ。俺はもうね1番に行く。徹底的にこだわる。あ、徹底的にこだわる。徹底的にこだわる。1番ナンバーワンにこだわりますよ。そこはブレないね。ブレない。もうナンバーワンにこだわります。俺はブレるね。ナンバーワンと、いや序列を 1,2,3 でつけちゃうっていうのは当然わかるの、うん、わかるんだけど1番になった人はもう自分の中で神格化する。神格化。そこまで。やっぱ特別扱いになっちゃいますよね、1番の人。そうそう、ただ1番はうまくいくかどうかわかんないんで、うまくいくかどうかは、いやそれでもね僕は1番に行きます。ああ、さすがだね。1番にした子はもう何としても
何としてもたどり着きます僕は。そういう感じか。どんな手を使ってでも何としてでも手繰り寄せる。さすがだね。俺だったらもう絶対なびくね。もうそのままプイってなびくから。いやちょっとその神経とかその感覚は違うな。まあ別に否定するわけじゃないですけどね。まあ俺とワンダーもマジでベクトル違うんだよ。その女の子の守備も確かにね。そうでやっぱりねそれ結構聞くのよ、他の婚活やってる人とかも、あの2番目の子から告白されて、まあ、その人と結婚したみたいな、結婚までしちゃう、そうそうそうしたって言うんですよ。あそれよくありますよく聞きますとか私の友達もそうですとかお前もそうだろうって言いたくなるねそうなのよ、っていうのがあってね。でちょっとスライドの順がどうなってたかね。そうそうそう。でまあディズニーデートとかも挟みつつ行くんだけど、まあ、カップリングとかしてもね、結局同時並行なわけですよ。そうそうそう、同時並行で、まあ、さっきみたいに、なんか別の人と付き合うことになりましたとか、あともう一つなんかその彼氏とよりを元彼か元彼とよりを戻しましたとか、そうそうそう、あとなんか手のいいなんか断り文句とか、もうあれだよね、 LINE がそもそも既読無視になるとか。あで1回目お食事、一番多いのはやっぱこれだよ。1回目食事行きました、じゃあ次いつ空いてますかとか、で何も返信がないっていう。もうそれ最悪だね。まあ俺もやったことあるけどね。あ逆もやってるわけよ簡単に言うと。ちょっと嫌だな。そういうのでそれの応酬なの。結構それメンタル削られるね。そうそう。で同時並行で進んでてそんなんなるからやっぱりね、身も心もね疲れるのよ本当に。でもそれモテ面からすると結構楽しいんじゃないの。あモテ面はだから楽しいと思うよ。いいな。でモテないともう何苦しいよね。そう、もう一つのチャンスじゃん。そのチャンスをこう辿って辿っていくわけでしょ。そう辿って辿ってダメだったみたいな。なるほどね。その先に女の子がついてない日も辿り着こう、ね、辿ってるわけでしょ。そう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 。いやーしんどいね。結構疲れるのよ。でもちろんね、ほら婚活に行くと、そのパーティーでまあ行ってもさ、半日は潰れるわけじゃん。パーティー、まあ、行って帰ってパーティーしてってなるとね。そうそうそう。で潰れて、でさらに次の予定もあってみたいな。なるほどね。って言ってね、やっぱ結構メンタルにね来たわけよ。もう嫌だと。疲れた。まあまあもう疲れた、もう無理なんじゃねえかなと。なるほどね。で思って、まあ、ちょっといろいろまたね婚活のパーティーを探していたところ、あのいつもと言ってるところじゃないところで、なんか3回連続カップリングしなかったら全額返金しますみたいな。ああ前回言ってた、ね、そうそう前回、そう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 、なんかうちそれはフルフルさんは参加してない。これはフルフルさんは参加してない。参加してない。参加してない。でなんかうちはカップリング率に自信がありますみたいな。なるほど。こう歌い文句で、歌い文句、ね、そう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 。じゃあこれで3回連続カップリングしなかったら、まあ一旦婚活は終わりにしようと、終了だと。そう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 、終わりにしようと思って、まあ言ってたんだけど、まずそもそもさ、なんてお金が返ってくるっていうのがあるから、なんていうの、その婚活をやってる時になんかじゃあ気に入った人の番号を書いてくださいみたいなのがやっぱあるわけよ。でその時にあなんか何番の人と話が弾んだから、なんか良さそうだなとかって、こうあるじゃん、手応え的に。なんかなるほどね、いけるんじゃないかっていう、こうまあ選んじゃうっていうパターンね。そうそう、選んじゃうっていうか、まあやっぱりカップリングしたいじゃん。だから全然話が、その例えばめっちゃ可愛くてもさ、全然話が弾まなかったら、いや俺はそれでもその子だけな。もうワンダーらしいんだけどさ。でまあまあその一切無視だよね。もうひたすら可愛い子を選択していく。そうで、一応カップリングしなかったら全額返金も、やっぱりその選ばないとダメなの自分が、もちろんカップリングしないから、ね、そうそうそう、カップリングしないから、あの絶対その番号は埋めてくださいと、いうのが条件になるんで、じゃあもう話とかも全く関係なしよ、もうとにかく可愛い子から順番にポーンって書いていくわけ、書いていくわけよ。まあもちろんカップリングしないよねそりゃ。カップリングしなくて、まあ半ばあれだよね、返金目的っていうのもあったよね。で嫌がらせじゃない、嫌がらせじゃないけど、でもさ仮によね、一番可愛い子とさカップリングしたらさ、それはそれでラッキーじゃん、ね、そうそうそうっていう感じで、まあやってったわけですよ、はい。でそしたら一応3回目の最後の回、まあもうこれが最後だなと思った時に、3回目のですね、女性のこうドタキャン率がすごかったのよ。あなんか6人ぐらいしか来なかったってやつ。いやもともと10人のうち、なんか6人あ来なかったと。あじゃなくて、まあまあまあそうだね、そう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 、枠が全部埋まったわけじゃないんだけど、
まあ、ドタキャンがひどくて、ああ、うん、まあ、運営さんもねやっぱ男性側になんか大変申し訳ありませんでしたみたいな感じで、うん、で女性が4なのよ。で最終的に番号を書かないといけないのが3なわけ。なるほど。で俺一応聞いたわけよ、うん、あのこの全額返金キャンペーン、うん、今やってるんですけど、うん、今女性が4人しかいなくて、うん、3人書かなきゃいけないんですかと、うん、で4のうち3人よ、そりゃさ、うんうん、なんていうの、言っちゃ悪いけどさ、3人いい子がいるかって言われたらさ、まあ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 、ね、まあいないよ。まあ言っちゃ悪いけどさ、あの書きたくないよこっちだって。おうおう、むしろこれでカップリングしたらなんかやだなやだなっていう。そうそうそう、でもまあ全額返金のためにはまあそうそう、どうしても書かなきゃいけないから、ね、書かざるを得ないじゃん、うん、でまあ書くわけじゃん、うん、まあやっぱ俺だよね、カップリングしないよ。え、4人でカップリングしないの。カップリングしないよ。相当悲しい現実だな。だってさ、相当な確率だよね。あ、で男はね、でもだって男は10いたから、男10の女4、うん、でもさ、うん、男が10でもミカミックスが書く枠は4人中3人埋めるわけでしょ。そう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 、で相手の3人選んだ3人がミカミックスに1票も入れなかったってことだよね。いや1票も入れなかったかはちょっと分かんないんだけど、うんうん、だって上位でさ、あの、あ、上位同士でより上位でカップリングしたらそこで決定しちゃうわけね。そうそうそう、決定するから。なるほどね、そういうことそういうこと。というわけで、まあ、あのカップリングしなくて、で無事全額返金されたと。全額返金になり、かつなんか本当に申し訳なかったんで、うん、なんか割引券をくれますと、まあ、よくある話だよね。でただその割引券はあの何でも割引ができます。普通割引券ってさ、うん、なんかそのなんとかと併用不可みたいな、 ある、ね、あるじゃん、うん、この割引券はどれに対しても全て割引が効きます。なるほど、割引から割引が効きますみたいな。なるほどね。なんかそういうなんかスペシャルな割引券を受け取って、うん、じゃあまあまあまあそれだったらだいぶ安くつくから、はいはい、そうそうそう。でさっきのスライドでもあったんですけど、うん、1回その6000円とかねかかるわけよ、うん、なるほど、うん、まあ、安くはない、安くはないでしょ、安くはない。で、まあ、そこに割引に割引を重ねれば、うん、なんか確か2000いくらとかで、まあ、だいぶ安い。そうそうそう、だいぶ2000だったら行ってもいいかな、ね、そうそうそう、まあ、じゃあそうだねということで、あ、ちょっとカップリングの流れが残っちゃってるけど、これを1回消して、で、まあ最後の最後にしましょうということで、どれだ、これかアニコンに戻ったわけ、うんうん、あのさっきのやつはなんていうの、その全額返金キャンペーンの対象の、うん、やっぱり、うんうん、まあ決められたものが、そうそうそう、決められたものがあるから、うん、で、まあそれは普通のパーティーなわけよ、はいはい、まあ、ダメだよねそりゃ。それはもう分かってた、勝ち目がない、そう、勝ち目がないと。それはもう分かりきってたことなんで、まあ、じゃあ最後はアニコンにしようということで、はい、得意のジャンルでしょう。そう、得意のジャンルで、でアニコンはアニコンなんだけど、その個室型のねパーティーなの。分かる、個室型全く分からない。居酒屋の個室なら分かる。まあ普通のさ婚活パーティーってなんとなくイメージはつくじゃん、うん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 、あれじゃなくて、うん、そうだね、居酒屋の個室っていうのも俺はあんまり居酒屋行かないから分かんないけど、まあ女の子は個室に入ってるわけで、そこに男が入れ替わり立ち替わりこう入ってくっていう、なんとなくイメージ、そうそうそういう、まあ満喫があって、うんうん、そこにこう男が出たり入ったり、そう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 、順番に入っていくっていう、はい、個室型のものに参加したわけ、うんうん、で大体ね、あの個室型のいいところは一人の持ち時間が長いの、うん、なるほど、ね、あのパーティー形式じゃないから女性は動かないのよ、うんうん、だから一人の女の子とじっくり話せますと、なるほど、うん、いうあのメリットがあって、あ、そう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 、で一応まあこの回最後で、まあさくらさんがいたわけよ、はい、登場さ、いよいよ満を持してさくら様の登場ですか。そう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 、あのさくらさんの回にいよいよ突入で、いよいよ突入で、さくら回、さくら回で。でまあ話して、はい、まあアニコンだから、うん、まあもうさくらさん多分覚えてないかもしれないんだけど、一応ねジョジョの話とかをしたわけ。なるほど、うん、ちなみにワンダーとかってさわかる、そのアニメとかってほとんどわかんない。そう、ワンダーはねほとんどわかんない、ほとんどわかんないです。だからね、一回いたのが、うん、なんかそのアニコンで超イケメンがいたの、うん、もう明らかにこいつオタクじゃねえだろっていうのがいたんだけど、まあ、やっぱねそいつなんか、いや俺友達となんか一緒に来てて、うん、俺アニメとか全く興味ないんだよねみたいな、そのパーティーの中で普通に言ってて、趣旨がもう違うんだろう、そうそうそう、趣旨が紛れ込んでる、紛れ込んでて。
でなんかその男もねマジ空気読まないやつで、なんかいや俺アニメ見てる女の子とかマジキモいと思うんだよねとかマジで言ってて、さすがにそれ言えないよ、さすがに言えない。いや別にキモいとも思わないし、まあ仮になんかこう、そうアニメに限らずなんかそういう、いやこういうの嫌いだわと思ったとしても眼前では言わない、言わないし、そうです、まあ俺もそれ聞いててさ、まあ、なんだこいつとか思って、で、まあ、自己紹介してる女の人もなんかこう苦笑いしながら、まあね、そうそうそう、で、まあ、プロフィールカード見ながら、うん、一応なんかカラオケって書いてあったみたいなのよ、あカラオケですか、何歌われるんですかって言うと、大体まあアニコンの人はなんかそのアニソンのアニメソングを出してくるよね、そうそう出してくるんだけど、エグザイルかなとか言って、なかなかパンチ力あるな、お前なんで来たんだみたいな、確かにね、そういくらさなんか友達が一緒に来て、うん、一緒に行こうぜみたいなさなったとしても、ね、なったとしても逆にそこ空気合わせてあげた方がいいよね、そうそうそう、友達のためにも、でまあね今の俺たちの世代でいくと、うん、やっぱりねあのジャンプネタが多かったね、あジャンプネタね、ジャンプネタ、まあ、ドラゴンボールとか僕そうそうそう、ドラゴンボール、うん、あと悠々白書、あ悠々白書、スラムダンクもに、スラムダンク、ルローニケンシンとか、分かります、そう大体ね女性も合わせてくるそこら辺に、であとね最近のがね分かんなくて、まあ当時は進撃の巨人とか、全く分からない、弾丸論破とか、で聞いたこともない、フルフルさん分かります、そこら辺フルフルさんは分かるはず、それは分かるよ、さすがにさすがにってたね、進撃の巨人は聞いたことはあるけどな、弾丸論破、弾丸論破とか東京グールとか、東京グールは分かるでしょ、分かんない、分かんない、俺も分かんない、ヤングジャンプで、いや分かんないわ、いや分かんないねっていうところになってくると、うんうん、もう全然分かんなくて、ついていけない、ついていけなくて、ただお互いのその漫画の趣味が合わないと、うん、話すことね、なくなるよね、そうそうそう、逆にこれどういう、あどういう漫画ですかみたいな、あ進撃の巨人ちょっと聞いたことあるけど俺見てないんですよねみたいな、そんなのになってから、なんかちょっと苦しいトークの展開になるね、そこは苦しい、だからねわりかしね合わせたこう広く、あでも、まあ、進撃の巨人俺もね友達から言われてんだけど、広くはないと、うんうん、って言われてるから、もう本当に自分の何ベクトルがあるから、そうそうそう、ね、ベクトルしか知らないよねと、なん東京グール分からんのかって、分かんないっすよ、いや分からない、分からない、聞いたこともごめんなさい、聞いたこともないです僕、え何それ、どんなジャンルなの、いや俺も分かんない、東京グール、フルフルさん、え東京グール、どんなジャンルのアニメなの、グールは、うん、人間とあのグールっていうなんか、まあ、化け物の戦いを描いたアニメです、ね、漫画か、バトルバトルものなのね、バトルものだね、ああ全然わかんないね、てんてんくんとか懐かしいね、てんてんくん覚えてる、花坂天使でしょ、いやわからない、いやなんか才能がない人になんかさ、うん、才能の芽を植えて、これジャンプでやってたよ、いやわからない、ジャンプ全部読んでなかったか、わからない、懐かしいのが出てきたね、いやジャンプはでも買ってたよ、いや俺も買ってた、俺も買ってた、ジャンプ買ってたけどわからない、もう覚えてない、覚えてないか、でも、まあ、ジャンプも全部はやっぱ読んでなかった、あそうだね、好きな漫画だけ読んでもうポイってしてた、みゆきとかは、みゆきってみゆきはわかるよ、あサンデーの、サンデー、サンデー、ああそうだよね、みゆきはわかる、みゆきはねでも読んでない、うん、だからどういう話かって言われるとちょっとわかんないですね、だからここら辺はね なるべく広そうなやつを書いた方が、まあお互いに、まあお互いに、まあ上っ面というか深くなくても一応話が続くっていう感じだよね、そう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 、であとねやっぱアニメゲームなんで、ゲームもねわりかし書いてくる、あのドラクエ好きとかも普通にやっぱりいるから、ね、そう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 、やっぱ俺たちの世代だとねドラゴンクエストも3とかさ、まあちょうどねやっぱねそう、うん、めっちゃやったからね、てんてんくん18年前になるの、まあ確かにそうだよね、18年前って言うと何歳、高校生か、そんな時代だったよ、もうそんなになるか、いやてか高校生はもうジャンプ買ってなかった、ああそう、うん、小中ジャンプは、えだってさ、ルローニケンシンってそもそも何年前だっけ、いやルローニケンシンとか小学生ぐらいじゃないの、だよね、なんかもうめっちゃ古いよね、うん、今知ってるルローニケンシン新しいの始まったんだよ、えそうなの、そうそうそう、もうほんと最近、いや知らなかった、北海道編みたいなのが、あ始まったんだ、始まった始まった、エゾチ開拓を描いてるの、見てないけどね、あ、うん、明治維新だとなんかそういうイメージしかないけどなんか新章なんか始まるみたいな、ててもう始まったはず、いやまあそんな感じでね、まあいろいろ話してて、でさくらさんとは一応ねあのジョジョネタ、ジョジョね、そうでジョジョもさ結構さほら絵とかがなんていうの、うん、
男性しか見ないような感じだけど、まあ、タッチの絵だよね。そうそうそう、あの結構ジョジョ好きの、ね、女性多いの。お、うん、でまあジョジョで盛り上がって、まあ俺としては、まあ、やっぱりああさくらさんいいなと、あ、ね、思うわけじゃん。その時点でさくらさん自分の中ではそうだよ、推しになった、推しよ、ナンバーワンだよ、ナンバーワンだよ。でもちろんね、あの中間発表あるわけ、うん、中間発表があるのね。そうそうそう、中間発表っていうか、まあそのじゃあ一回話して、うん、じゃああの気に入った女の子の番号を書いてくださいみたいな。でそこでさくらさんを書いた、さくらさん書くよ、一番に書くよ、一番上に書いた、一番上に書いた。でその後ろ何書いたか全然覚えてないんだけど、まあ、とにかくさくらさんを一番上に書いたと。なるほど、まあ、さくらさん実際可愛いですからね、うん、まあ、人気はあったよね。それさくらさんのあの写真僕前回見させてもらったじゃないですか、うん、もうやっぱりねかなり可愛かったですからね、うん、そう、人気はあるんじゃないですか。人気はあるよ。で中間発表の結果、うん、もちろん俺は入れたけど、うん、向こうは入れてくんないよ。桜サイドは無視、桜サイドは無視桜サイド詐欺疑惑再燃するな。あ、っていうか桜さんそもそもこの婚活パーティーが、まあ後で全部知るんだけど、うん、初めてだったわけ。え、初婚活パーティー、初婚活パーティーで、そのなんか立ち回りとかが、うん、あの全然分かんなくて。でもさ、それもさ本当かどうか分からない、まあ、だってさ変な話よ、変な話、いやさくらさんをディスるわけじゃないんですけど、いや私婚活めちゃくちゃ行ってるんですとは言わないでしょ、さすがに。たとえ100回200回行ってたとしても言わないじゃん、さすがに。初めて来たんですって言った方がそれ男性も嬉しいじゃないですかこいつ婚活いっぱいしてんのかって思うよりは、あ、初めて婚活来たんだこの子って思わせるっていう桜サイドの策略な可能性はあるじゃないですか、うん、まあまあまあそれはない、ない、ない、それはもうあの付き合ってて分かる、分かる、分かる。で一応さくらさんもその何、うん、なんていうの、恋人を探しに来たっていうのではなく、うん、やっぱりそのアニメ友達、うんうん、を作りに来たと。そうそうそう、なるほど。でさくらさんは友達、普通の友達にはその自分がオタクだっていうのは隠してるんで、うんうん、なんかやっぱりその豚には投票しないか、まあ、確かにねそれは分かるよ。体重80キロに到達しようとしてますからね、うん、今はかさっきあのケンタッキー食ったんで今測るとちょっと80あるかもしれないねだってあのスポーツジム行って何にも食べてない状態で 79.85 だから、うん、ってことはジムに行く前だったら80ある食った後とかだったら絶対80超えてるからね。そうで、まあないわけよ。で一応中間発表って、うん、その例えば俺がさくらさんに入れましたっていうのがこう、うん、運営側は集計してるから分かるじゃないですか、うん、でそれさくらサイドには伝わらない。あ、伝わる伝わる、さくらサイドもそれ把握する。そうそうそう、あ、何番、何番の人が、あ、入れてくれたんだなとか。でなんかその一番、うんうん、トップに入れてくれるとなんか下線がつくの、うん、とかなんか丸がついてたりして。なるほどね、そう、分かるようになるわけで、まあさくらサイドは、うん、まあ俺には何もないよね。桜サイドはミカミックスを無視したわけ。会にも入ってないからってことは無視したわけです。そうそうそう、完全に。そうてかまあ分かんなかったって言ってたけどね。まあ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 、でただ俺はじゃあその中間発表の結果を見て、うん、要は桜さんに入れてる男性が何人いますっていうのは分かる、くれるの。そう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 、それごめんなさい、前提の話として、その婚活会は男性は何人来た。大体で、あ、それもね、10人だね。10人、うん、で入れてるだけだったら、うん、もうほとんど10人中もう 80% は入れてたよ、さくらサイドに、うん、さくらサイドに。いや、さくらさん人気ですね。人気だよ、マジで人気だから。で、まあ、何にもなくて、うん、でただね、その個室パーティーの欠点は、うん、普通中間発表をやった後、うん、じゃあそのフリートークっていう話になるの、うん、でフリートークになってそこで勝負ができるわけですね。そうそう、そこで勝負をして、じゃあ最終的に誰が良かったか書いてくださいねっていう、うんうんうん、流れになるんだけど、個室パーティーはそれがないのよ、うん、一回その自己紹介タイムで時間を多めに取る代わりに、もうそれでおしまいと、うん、で中間発表があって、うん、まあ、運営が集計している間に、うん、じゃあそのこの結果を踏まえて最終結果を出してくださいねっていう流れになっちゃうわけ。何何何何、中間発表の後すぐ最終投票が始まるわけ。そうそうそう、だから結果が来るじゃん。だからそのさくらさんには何人の男が入れてますと、うん、でそれでも俺は入れるかって話よ。おで例えばもらうわけじゃん、まあ、さっきの話だけどさ、うん、あ、じゃあさ何番の人が入れてくれたから最終結果はじゃあこの人に変えようかな、そうそう変えようかなみたいな、そういうシンキングタイムしかないの。なるほど、うん、それがねちょっと個室の欠点だなって。欠点だね。そうそうそう、っていうのがあって、で、まあ、一応最終結果よ、まあ、もちろん俺は
さくらさんに入れるわけよ。入れるわけじゃないですか、はい、でなんとカップリングしないよねそりゃ。まあそうだよね、そうだよね、そうだよね、そりゃそうだよ。さくらサイドからすると誰これ的な感じでしょ。そうそうそう、誰お前みたいな感じでね。そうそう、そりゃカップリングしないよっていう。大体合ってたな。まあそりゃねそうなるよ。でもちょっと先の話になるのかもしれないんですけど、うん、そっから起死回生の何かがあったわけでしょ。そう、起死回生の何かで、ちょっとねこれも後出しであれなんですけど、普通婚活パーティーってその連絡先をね渡しちゃダメなの。そのカップリングした人とかじゃないと連絡先は交換しちゃダメですよっていう、うん、まあルールが、パーティー内では少なくとも、ね、そうそうそう、少なくとも、うん、でただこれは連絡先を3人までその書いて、うん、1回運営を通すの。でその何本人に連絡先が渡るっていうのを3人までやっていいですよっていう回だったわけ、うん、で、まあ、中間発表もダメだし、うんうん、で最終カップリングシートの記入の時にその連絡先を渡したい人3人書くんだけど、うんうん、俺はもう中間発表のとこで結構絶望的だったわけ、うん、絶望的じゃんもうそんなの。そんな大人気のさくらさんがそう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 、あのもうガン無視されてるし、そう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 、ガン無視されてるし、あ無理だなと思って、うん、で一応最終カップリングシートのところに名前は入れたけど、うんうん、俺は渡さなかったの連絡先を。ちょっと待って待って待って、最終の投票はさくら様は一番上に入れたの。一番上に入れた、一番に入れたけど、うん、もうな自分の中で一番最後まで通したよっていう満足感もあり、連絡先はもう渡さなかった。渡さなかった、もういいやと思って、 100% 無理だから諦めに入ったわけ。そうそうそう、いやそういう心境わかんねえな。もう手繰り寄せるけどね。いやそこはだってもう今までのさ、もうメンタルでボロボロにされてきた、ボロボロのメンタルの中だから、もうそこでこれ以上傷つきたくないっていう、そういう心境。そう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 、でしかもほら最後もさ、もうダメ元で3回全額返金受けて、うん、もう終わらそうと、うん、もうこれで終わりだと、そうそう、これで終わらそうという気持ちだったから、まあまあ最終的に、まあ、書くは書くけど連絡先まではね、うん、書かなくていいかなと、うんうん、思って、はい、でまあ、カップリングしませんでしたと、はい、でそうすると一応ほら運営を通すから、うん、その連絡先っていうのはやっぱりその帰りの電車とかのところでやっぱり来るのよ、うん、で一応ね、さくらさんから連絡先が来たの。なんか私の連絡先はこれですみたいな。なんで？そうそう、なんでってなるでしょ。意味わかんない。なんで？なんでってなるでしょ。まあ、それさ、間違いとかじゃなくて実は。ちなみにね、間違いではない。まあ、これも後の方で。でもさ、間違いだったんだよねとは言えないでしょ。さくらサイドもさすがに。ちなみに、いや、本当に間違いではない。うん、で、まあ、連絡先は。まだ僕、さくらさんの人となりを知らないんで、うん、もう、ただ可愛いだけの詐欺師だと思ってる一面もあるんで、うん、ちょっとそういうちょっと偏見的な言い方をしてしまって申し訳ないんですけど、さくらさんはなんていうの、結構ノリを優先する人だから、だからほらワンダーのさ、あのタイネタとかもさ、すげえ楽しんでるじゃん。ありがとうございます。めっちゃ楽しみにしてるから。そうで、さくらさんはね結構ね、あの土曜日はね生で聞けることはあの少なくて、外でね普通の回線使ってあの聞くときがあるんだけど、それでなんだっけ、その俺はあんまりスマホは Wi-Fi 結構繋いじゃうからないんだけど、容量制限、お、うん、で先月は俺のラジオとか、うん、なんか俺のライブとか聞いて、うんうん、16日にはもう容量制限かかって半分で、そう半分で2回追加したって言ってたから、最も大事な視聴者さんですね。そうそうそう。2回追加したから、うん、なんか後半の方はもう聞けないよって、うん、なってて、でちなみにツイッターはもう開けなかったって言った。え、そんなに？そう、ツイッターすら開けなくなって全然だね、そうなると、うん、っていうのがあってね。だからちょっと最近はね、ツイッターの多分返信率も前に比べて落ちてると、うんうん、思うけど、いやもうたださ、てっきり僕さくらさんに嫌われちゃったなと思ってね。毎日毎日しょんぼりしてたんですよ。そう、それはなんかね、そのツイッターを開くっていう習慣がねあんまなくなっちゃったから、うん、ちょっと少なくなっちゃったんだよね、うん、とは言ってた。で、この何、俺のさ一番最後の知恵とんかつ食べに行こうとっていうコメントよりと申し訳ない、よくわかんないですけど、どういうこと。どういうことかちょっとわかんないですけど、まあ、とりあえず連絡先をもらうことができたと。じゃあで何が良くて俺に連絡先をくれたかよ、うん、もう絶対わかんないんだけど、わかんないね、まあ、絶対わかんないんだけど、うん、
ゴーストスイーパー三上と同じ名字だったから。わかる、ゴーストスイーパー三上知ってる？まずね、意味がわからない。どういうこと、ゴーストスイーパーって。フルフルは知ってるでしょ、ゴーストスイーパー三上。ジャンプでやってない。サンデーの方よ。サンデーか。うん。いや、わからないな。で、漢字は違うよ。あの漢字は、三上は普通の3人上だから、俺は。うん。うん、で、ゴーストスイーパー三上が好きな漫画なのよ。さくらさんの。さくら様の。うん。と、同じ名字してたから、うん、連絡先を書いてくれた。おだからそれさ、もう完全にさネタだよね。ネタでしょ。でもさ、もらった方からすればさ、最初だってそんなの知らないよね。知らないよね。知らないよね。そりゃやったぜってなるよね。っていうかね、まあまあ一応メンタル病んでたから、うん、一応舞い上がりはしなかった。あ、しなかった。そう、あれなんで来たんだとは思う。マジだよ、うん、いや俺だったらもう大フィーバーするけどね。ついに来たってなるけど、ならないの？いや、心の中ではなってたよ。おなんか来たと思ってたけど、いや、ここで浮かれるとまた突き落とされると。また突き落とされる。ヘルに突き落とされる。そうそうそう。谷底に突き落とされると思ったから、まあ一応慎重に、まあ返事とかね、浮かれないようにして、じゃあちょっとあんまり話せなかったから、次回いついつ空いてたらお食事行きましょうみたいな感じで取り付けたんですよ。なるほど。そうで、まあ、この時とか知るわけないじゃん、だってこんな、うん、こんな事実、ね、そうそうそう。だから連絡が来たのは別に俺と話して楽しかったとか、うん、なんかその俺っていうのないよね。パーソナリティーな部分無視だよね。そう、パーソナリティーなしだから。で、まあ食事をすることになって、そのパーティーからどんくらい経って食事行ったんですか？あ、もう次の週とかだね。あ、うん、すぐだね。そうで、わりかしね、パーティーから次の食事とか次会うまでは開けない方がいいよ、うん、忘れるから。開けない方がいいよって言って、別にワンダーに言ってもしょうがないんだけど。だってさ、初めて会って、うん、でこの時は持ち時間8分だったわけ。あ、8分間話しました。で1週間空いたらもう顔なんて分かんないよね。いやでもね、僕はね、一番気に入った子の顔は絶対忘れない。まあそこら辺はさすがだけど。だから俺も、まあ、今はね、 LINE は変わっちゃったんだけど、 LINE は全部自分の顔写真載っけてたから。うん、それは、ね、向こうもだって分かるじゃん、見た時に、まあね、うん、思い出すよね。そう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 、やっぱ待ち合わせの時にやっぱすげえ不安になるよ。あれこいつだっけ。そう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 。でなんか たまにさ、あれどこだみたいな人がいるじゃん。それがまた一番こう不安なんだよ。なるほどね。そう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 。で俺もね、まあ、さくらさんじゃない人とも、まあ、何回か会ってるけど、うん、もう全然覚えてない人とかいたから。あ、うん、いや、カッピングしたけど、カッピングしてマックで話したけど、さらに2週間くらい空いたのよ。やっぱその予定があるから。でも顔なんて覚えてないよ。他の人もだって同時並行で進んでんだから、まあ、そう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 。で、やべ、あかんねえみたいな話になったけど、なんかそれは LINE でなんか今どこどこに着きましたとかさ、うん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 、まあまあまあ、そうそうそう、普通のね、待ち合わせでもありますけど、ね、そうそうそう、今エレベーター、うん、エスカレーターか、うん、エスカレーター登ってどこどこに着くとこですってなったんで、はい、うん、で、まあ、あれこんな可愛かったっけなっていう子も中にはいたけど、お全然覚えてねえわみたいな。お、それはでも速攻で終わったね。その1回食事して、もうその後連絡しないみたいな、切れるパターン、そうそう、連絡がないみたいな。まあしょうがないよね。しょうがないよね。まあ今はね、確かにね、待ち合わせに豚がいるって、豚を見つければ多分こいつかいってなるからね。そうそうそう、あ、このお腹だみたいな。なるからね。でちなみにね、さくらさんはね、結構否定するんだけど、さくらさんと会った時から8キロ増えてるんですよ。誰が？俺が。おー、もう今。おー、うん、でさくらさんはいや変わらないよって言ってくるんだけど、うん、実は8キロ増えてて、うん、まあ、それはまあ、今までのね、お話の中に出てたこの太らされるっていうところがあって8キロ増えてんだけど、8キロって相当だよ。相当だよ、うん、だその時は70超えだったちょうど。おでちょうど70超えてきたから、あ、やっべ、ちょっと60代に戻さないとなっていうことで、うんうん、ジムにもちょうど行き始めたところだったのよ、うんうんうん、でただ、まあ、さくらさんの登場によって80に迫ろうかと、そう、超えた超えたっていう感じを。で、まあ一応じゃあそれでお食事しましたと、はい、で、まあ、食事したんだけど、またね、今までのトラウマがあるわけよ、うん、そうなんだっけ、ある程度終わるんじゃないかと、そうそう、終わある程度進んだら、なんか別の人に告白されましたとか、はいはい、ね、なんか、まあ、桜様ほどであればなおのことね。そう、ちなみに桜さん、ここの回カップリングしてるから。マジで？だってカップリングしてる人の方優先するんじゃないよ、桜サイドは。でしょ、うん、そう思うでしょ、うんうん、カップリングしてるから、うん、で俺としてはだってその
2番手も3番手もいいところよ。お、実際2番手も3番手も入ってないんでしょ、だって、うん、多分入ってなかったねで、まあそういう思いがあって、うんうん、で一応まあさくらさんとしてはあのまあ初めて行って、うん、ちょっとよく分かんなかったから、うんうん、ちょっとよく分かんない人とカップリングしちゃったんですとは、うん、まあそりゃさ、そりゃ言うよね。実は私があの人良かったんでカップリングしたんですとは、さすがの桜サイドも言えないでしょ。ミカミックスに。そこはもう掘り下げるのやめましょうよ。で、まあそういう経緯があって、うん、ちょっと俺もやっぱなんていうの焦るわけじゃん。まあまあまあ、ね。焦るし、うん、たださ、このチャンスを逃したくないと。そう、逃したくないし、ただ早すぎるのも、まあ、まあ、よくはないじゃん。まあガッツキがね。そう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 。前に出ちゃうと。そう。でまあ一応ねあの流れとしてはこんな感じですよ、うん、食事して、うん、デートして、うん、ドライブでそのドライブの、うん、まあ終わりの方で告白したと。それ1日でそれ違う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 よ。あ一応順番としてね順番として食事行きました、デート次行きました。じゃあちなみにそのデートの内容をちょっと教えてください、うん、デートはねあの赤レンガに、あ、うん、横浜まで行ったわけね、うん、まあ、ちなみにね食事が、うん、そのまま食事デートは一緒だから。食事とデートは一緒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 。これはえ食事とデートって翌週に一緒にやったのも。そう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 、で、まあ、そこがねなんていうのあったフィーリングがあったっていうか、うん、まあその前からいろいろ LINE はするわけじゃん、うん、で、まあ、結構あの意気投合っていうか、うん、の続いたりするわけよ LINE とかが。で、まあ、俺もさっき言ったんだよその最初は食事して、うん、じゃあねで次にデートしてみたいな、うん、なったんだけど、もう食事した後、うん、そのままデートになったのよ。流れ上流れ上流れ上、そう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 。で、まあ食事もそのまま横浜だったから、はい、赤レンガ行って、はい、でまあデートして、はい、でまあそれは終わったわけよ、はい、まあデートはね、はい、じゃあ次どうしようかってなった時に、うん、まあ俺のその鉄板の流れからいくとドライブだよね。お、うん、でドライブになって、うん、ドライブってどこ行くの？ドライブデートって、うん、まあ、そ大体俺はアクアライン行って、うん、海ホタル入って、海ホタル入って、うん、であとなんだっけその木更津のアウトレット行ってみたいな感じで、うん、そうやってで、まあ、一応ドライブデートで、はい、ちなみにこれだって会ったの3回目よその、うん、9月の初めに婚活パーティーがあって、はい、9月の30日に告白してるから、はいまあ結構スピードだよね、まあ、早いって言われた向こうからも、うんうんうん、早いですよって言ったけど、うん、まあ受けてはくれたからね。でそれ神経わからないわいやミカミックスをよく知っている側からするとないもん。なんでだ、こいつないわあるだろいやないよねフルフルさんだってミカミックスが彼氏ってありいやだって20年以上の付き合いをしているってことは、まあはっきり言ってさくらさんとかよりもこれは俺たちの方がミカミックスのことは知ってるでしょさすがに、まあ、俺が女だったらないでしょない違うそれはあれ違うよ。で俺はこの、まあ、動画とかもねやり始めて一つ分かったことが、うん、俺はイケボなのよ。わかる、イケボ、イケボわかる、イケボ、まあ、まあわかる、まあ、イケボわかるんだ、わかる、俺なんだ絶対わかんないと思った。いやイケボわかる、いい声でしょ。そう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 、うん、これ結構言われるの、うん、で俺は全然意識してなかったんだけど、うん、やっぱねアニメ好きだと声優さんは好きなわけよやっぱり。でもね正直言ってあのもう20年ずっと声を聞いてるとミカミックスの声がイケボだって思うことはまずない、まあ、そりゃそうだろ。20年聞いてると別にあーミカミックスいい声してるなーって思ったことはどうだろう、20年振り返って一度もないまあお前とかはないだろうけど俺だってそんなこと全然思ってなかったもん、まあまあまあね、うん、なるほど、そうそうそう、まあ、イケボというか聞き取りやすいよねまあまあまあそこら辺はいろんなあれがあると思うけど、そうだからさくらさんも声優はね、うん、好きなわけ。なるほど。あと、ある緑川光わかる？わからない、わからない、わからない。ヒーローユイの声、ワンダーはヒーローユイはわかるよ、ガンダムユイでしょ。そうワンダーはガンダムは好きだから、うんうん、小安武人知ってる？全然知らない誰？ゼクスマーキス。あ、それは知ってるよ、それは知ってるけどそうそうそう、ちょっと声優さんとかごめんなさい全然わかんないですだね、まあ、そこら辺の、うんうん、まあ人が好きなのよ、はい、で俺はちなみにこれはもう前から言ってるんだけど、俺が誰声優好きかって今聞いてる人、あの視聴者さんもいると思うんだけど、これ
俺が好きな声優答えられなかったら今見てる視聴者さんはこれにわかですよ言っちゃうけどにわかですよ。いや俺全然知らないよワンダーは多分声優を知らないから、知らない、全然知らない声優を知らないから、これ答えられたらまあこれはもうあのガルフレの時からでずっと言ってるんだけど、わかんないな、わかんないですよ。俺は井上菊子さんが好き、全然わかんない知ってる、フルフル知らん、知らないのフルフルさんでも知らないの。で例えば誰なの、その他の作品に出てる、え他、うん、うーん、聞いたことない、聞いたことはあるでしょう、井上菊子、うん、あ永遠の17歳よ田村ゆきだと思います。あ、まあ、ちょっと最近だね、まあ、うん、いや分からないなあ、今のあ杉田さんとかね、なるほどね、まあ、そこら辺もなかなか渋いよね。で俺も別に声優はめちゃくちゃ詳しいかって言われるとめちゃくちゃ詳しくはないんだけど、まあ一応そんな感じよ、はい、うん、でまあまあまあなんとかなんとか付き合う許可をいただいたということで、まあ無事ねその後今も続いてるけど、なるほど、ただまあ今俺の家事能力がなさすぎてね、もっと家事能力をつけろと。え、何家事、家事、そうそう、か家事、何家事って、食事とかさ、あ洗濯とかさ、家事ってそういうことね、そう、いやそれはねもう結婚したらつくよ自然とそういうもん、これはねすげえ言われてて、今もうマジで修行してるから、今花嫁修行してるから。例えば何やってるんですか。もう料理は全く作ってなかったの、あのここにいても、お、うん、今料理作ってるから、あ、うん、まあねでも作ってそういうこともねできていかないと、そうで洗濯もほら実家近いじゃん、うん、全部持ってってたの、お、うん、今やってると、もう全部やってる、もう全部やってる、もう今更だけどね、今更だけどもう全部やって、うんうん、ちょっと花嫁修行中ですと。花婿修行中ね。そうで、まあ一応ね、多分スライドはもうこれで終わっちゃうので、あと、そう、あのすげえもう、昨日なんだけど、一応質問コーナーをね、ちょっと設けたんですよ。婚活会が最後だから、はい、まあ、何か質問あれば受け付けますよということで。うん、で、ただこれ出したのが、昨日の昼の、うん、ツイッターだけだから、うん、まあまあまああんまり来なかったよねっていうのは、まああるけど、ここで受け付けましょうよ。そう今もうまあ受け付けてますんで、受け付けましょう。でまあ一つ言ってる間にまあ質問ねちゃんとしてくれた人がいるんで、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。これはねあの3つ質問が来てて、はい、今までに婚活にかかった総額はいくらですか、うん、おー気になる。そう、確かに俺もこれ全然気にしてなかったの、うん、でまあ、婚活にかかった総額のどこまで入れるかだよね。俺あれじゃん、うん、年パス買ってんじゃん10万のね。そう、まあ、あの時8万2000だったけど、うん、今9万6000円上がってるね、上がってるんですよそう、ワンダーはもう年パス毎年持ってるから、毎年更新してますからね、毎年更新してるから。で俺は婚活のために買ったから、うんうん、で今はもうさくらさんがいるからあの更新はしてない。え、さくらさんと一緒にじゃあ今度あの僕入れてあのディズニーデートしましょうよディズニーデートはね、さくらさんあれだよ、ダッフィー好きだから。ダッフィーね、うん、だって今ダッフィーの他にシェリーメイちゃんとジェラトーニとステラルーちゃんもいますから、ね、あ、そうだね、出たね。そうで俺ダッフィーのあれ買ってあげたもん、服。え、ダッフィーの服、うん、パーカー。え、違うあのダッフィーのぬいぐるみがあるじゃん。あ、ダッフィーのコスチュームね。そうダッフィーが着るためのコスチューム、ね、そう、はいうん、ディズニーデートで。おー、うん、でね、そこで分かったのがね、さくらさんド S なのよ。どういうこと？マジであ、そう、ワンダーはディズニー行ってるけど、うん、あれ乗ったことないって言ってるよね。なんだっけ、タワーオブテラー。そう乗ったことない、うん、怖いもんだって。そうでしょ、うん、でさくらさんね多分絶叫系めっちゃいけんので、俺乗ったことないと。でワンダーも乗らないから、うん、って言ったら、うん、じゃあ乗ろうって言って。いや絶対嫌だ、怖いもん。でこのこういう、いや無理だよっていうシーンを見て、うん、超喜んでる。うわー怖いわー怖いねー、さくら様。だからね、サマって僕呼んでるんですよ怖いさくらさんはド S です。ド S って言うとね、まあ、否定するけどね、うん、なるほどね。まあミカミックスさんはド M だからねとか、うんうん、まあそうかもしんないけど、さくらさんはド S だよみたいな。だから結構やっぱね、いじる方を優先してくるから。あ、うん、いじりたがりなわけね。そういやそれでも結構あれだな、ちょっと本当に見てみたいですねどういう感じなのか
そうですね、ド S 美人デブ戦デブ戦かどうかちょっと分かんないけどね、そこは。あで総額で、総額でまずその8万2000円でしょ、はい、まあ、もうそのディズニーのパスポート入れたら、はい、で多分女数えたら、まあ、1回4000円くらいだとして、まあ、20回くらいって8万でしょ、はい、で16万くらいでしょ、うん、だとそのデートの食事代とか、はいはい、あとディズニー行った時はまあもちろんディズニー代出してあげてるんで、うんうん、まあ、これもでもね 3,4 人と行ったから、はい、うん、っていうのを込めると多分20万前後じゃないかなっていう、まあ、まあそんなもんか、そうだねっていう感じかね。ミカミックスさん自体いじりたくなるキャラなのではって、まあそうかもしれないね。いやでもね、ミカミックスはね、あの僕からするとそんなにいじりたい感じにはならないですよ、やっぱりフルフルさんとかの方がやっぱりいじりやすい、フルフルはね、いじりやすい、ね、いじりやすいんですよとにかくそうで、一応2番の質問に行きますけれども、まあ、どうして婚活しようと考えたのか、また、成功すると本気で思ってたんですかということなんですけどまずどうして婚活をしようと思ったのかは、うん、ワンダーの名台詞が あって、え、もう全然覚えてない、まあ、違う俺とフルフルにしょっちゅう言ってんじゃん、お前ら孤独死すんのお前、ま、そう、俺とワンダーとフルフルの中で結婚してるのはワンダーだけ、フルフルも独身です、まだで、もうタイとかに行った時にお前ら孤独死だよみたいなことを言ってたよね、言ってたよね、毎回言ってるよね、毎回言われてたよ、そう、毎回言ってるいやでも現実的にそうじゃないですか、このままもう40、50となってったらね、孤独死するじゃん、もう俺も誕生日が来ると35だから、やっぱ年齢的なところもあって、うん、まあやっぱりね、一人、まあ、婚活しようと、一人寂しいと、一人は寂しいと、で、あと成功すると思ってたんですかってのあるんですけど、それはちょっとさすがにやっぱね、今までがだってこう、うん、なんていうの、成功しないで来てるわけじゃん、うん、それがいきなり婚活して成功するかって言われたら、まあね、そう、それはね、あの成功するとは思ってなかったけど、でも動かないとね、まあ始まらないですからね、動かないと始まらないから。で、あと最後ね、武道登場時聖剣好きで倒そうと思ったのか思わなかったのかが、ハッサンですね、ハッサンでも実際さ、じゃあ武道が登場したらさ、聖剣好きできる？できないね、できないでしょ、もう戦意を喪失してただただ時間が過ぎるのを待つしかない、そう、まさにそれ、まさにそれ、これはね、武道と対峙しないとね、分かんないね。なるほどね。あの時もね、そう、武道会もね、ちょっと話はしたんだけど、あの結局武道と対峙した時は名前すら聞かずにね、終わったからね、終わったと、そう、まあ一応おごってはあげましたよ、うんうん、まあね、それで済むなら安いもんですよああホワイトキーですかと、そう、ホワイトキーがメインだったけど、最後のやつだけはね、ちょっと確か違ったと思います、あの別の会社に変えました。これはホワイトキーって何かと思ったらその婚活の運営会社、ね、そう、運営会社ね、そう、俺はずっとホワイトキーを使ってて、フルフルさんとね、あのホワイトキーのやつを言ってたんだけど、ちなみにフルフルさんは最近婚活行ってないんですか？俺はもう行く必要ないからさ。え、何行く必要ないって？行く必要はないですよ。どういうことですか、それ？いや、そういうことです、そういうことですよ。もうフルフルさんも私生活わかんねえかな、全然わかんないね。わかんなくていいよまあそういうことらしいですね。さくらさんが無道な外見だったらどうだったんでしょうって、まあそれこそ政権好きでしょだって攻撃的なんでしょ、それは政権好きしないともうどうにもならないからねまあね、という感じでですね、まあ今ちょっと花婿修行をしつつ頑張ってますというところですね。まあ一応ね、俺が良かったのはやっぱね、その趣味のところに行ったっていうところですね。自分の、まあ、自分のそうテリトリーで勝負した、そう、自分のテリトリーで勝負した方がいい、自分のテリトリーで勝負して、でかつイケボだったっていうのと、あの動画の配信者だったっていうのが、ね、これが、ね、すげえマッチしたね。なるほど、俺の中ではマッチしたけど、カップリング自体は全然あれだけどね最後さくらさんとか、まあでも、うん、唯一汚点というかそのミスだったのがやっぱツイッターですよね。さくらさんにタイでの気候ぶりを見られてしまったわけですよね。だって、うん、まあね、そこは問題なかったの？一つね、やっぱ揉めたよ、一回揉めたの？うん、いやだってあの行かないよって、うんうん、行かないよって言ってたわけ、うんうん、でもなんかお前がなんか勝手に次回はミカミックスと一緒に行くみたいなツイッターをして行くのみたいな。いやだってさその時さくら様の存在自体知らないしさまさかさくら様がね、ツイッターまで見ていただけているなんて思いもよらないですから
そう、行ったら別れるよってだから言われてたから脅されたの。いやいや、もともと言われてて、いや行かないからと。さくらさんも心狭いんじゃないかなだって別にさ、タイに何しに行くのかって普通にさ、観光しに行くっていう選択肢もあるわけじゃないですか。ワンダーはそれないよねって言ってるから。いやいや、あるあるある、全然ありますよ。ワンダーさんはそれないよね。いや、あるんだよ、最近あるんだって。この前だってお祭りとか行きましたもん。お祭り、それは女のことでしょそうだけどそうだ、過去はだから、過去はだからむしろそのいろんなその、うん、モテ塾とかさ、あの婚活の動画とかは、ね、うん、あの見せろ見せろと、うん、まあ、見たりしてんだけどね、はい、うん、まあ、過去はいいけど、うんうん、もうこれからはダメ、これからはダメだよと。なるほど、うん、なってるんで。いやでもな、さくら様まだ信用できないんだよなだそんな綺麗な可愛いね女の子がミカミックスに恋するなんてちょっとどうも思えないでしょ。俺顔わかんないから、ちょっとね、いや僕あのちょっと前回か前々回かさくら様のご尊顔を拝させていただいたんですけど、なんでそんなさいやだってさくら様怖いもんだってもう今いやでもだからさくらさんのいいところは顔じゃないのよ。いやー、顔とか、ね、信用できないな。声、いや、イケボよ、イケボ。何がイケボだ。俺だまずそこ感じないもんお前らは感じないだろ一切感じないもん。イケボではねえだろイケボだってなるほどね、うん、という感じでね、まあ桜さんとね、うん、最後の最後でこううまくいきましたと。でもまだわからないじゃないですか。まあまあまだ今、ね、まだ結婚の話とか出てるんですか。うん、まあだからそう、家事能力高めろと。なるほど、それからだと。そう、なるほどねいう感じなんで、まあそうだね、そろそろ捨てられるパターンって、捨てられる前になんとかねレベルアップをしないといけないんで、まあ頑張っていきたいと思います。というところで、まあちょっといい時間になってきましたので、今回はこれで終了したいと思います。この後ミカミックスさんは23時から、そうだね、お前ら送った後ホワイトデーをいつものホワイトデーをやりますんで、まあそちらの方もね、また見てください。多分またホワイトデーもね今日で終わると思う。ホワイトデー、うん、ホワイトデー終わった後はなんかプレイする予定あるんですか。いや、まあさくらさんがね、うん、じゃホラーやれと。なるほど。あのパワちゃんのホラー担当なんでしょと。そうだね、うん、でさ、ホラーで俺が怖がってる姿を見て喜ぶのよあの人は。なるほどねなんかあ、まあ、ある。いやじゃあそれ楽しい、ね、超やりたくない。 VR であんのよ。 VR だと、うん、めっちゃ怖そうだね。なんかね11月に出たのがあんの。あ、最近だね。そうで、ただそれは多分500円くらいで買えるやつで、あ、安い、ね、1回分で終わっちゃうんだけど、あ、うん、まあ、じゃあとりあえずそれ1回やろうと、うん、まあまあね、やるしかないやるしかない。さくら様の言うことは絶対ですからね。そうだね、 VR ちょっとマジでやばいからね。ちょっとまあ、じゃあちょっと夜怖くなったらさくら様に LINE コールして慰めてもらいましょう、まあ、うん、というわけで、じゃあ今回は本当にこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。お相手はミカミックスとワンダリングルーフィジュでした。とプラスしてウルフルお疲れ様はい、お疲れ様でした。バイバイさあ帰ろう。